ラストオブアス。今回からラストオブアスというゲームを実況していこうと思います。どうもポッキーです。僕実はね、4年ほど前にこのゲーム一度プレイしたことあるんですよ。実況取らずに個人的に。でね、僕ね、過去にやったことあるゲームを実況するのをもうほぼ初めて、まあストーリー系に関してなんだけどほぼ初めてで、今回はまあこちらのゲームをやっていくんですけど、なぜ今このタイミングでやるかというと、ね、ラストオブアスの2、まあこれの続編ですね。この続編のゲームがもうあと1ヶ月後、1ヶ月ちょっとで発売するんですよ。なので今回それまでに、どうしてもやっておきたいということで今回はやっていこうと思います。まあでも4年ほど前なんで、もうね、大まかなストーリーしか覚えてないんで、多分結構新鮮なリアクションになってしまうとは思うんですけど、一つだけ確実に言えることがあります。このゲームは神ゲーです。ということで早速やっていきましょうか。ね、このゲームはね、あのバイオハザードと、まあ、ウォーキングデッドが混じったようなゲームで、基本的にまあ人間ドラマみたいなんが、まあ中心に書かれた作品なんですけど、うわー難易度かいや、やったことあるとはいえ中級で生かして、ここは変なところでなんか死にまくりたくないからな。ということで初めから早速やっていこうと思います。いや、相当ワクワクしてます。またあの冒険ができるのかと。そして僕4年前にやったラストオブアスはリマスター版じゃないので、今回リマスター版なんでグラフィックがだいぶ上がってると思うんで、そこも注目しております。お、来た。うわー、グラフィック綺麗、かわいい。トビー頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そうな。明日の朝だじゃあな。はい。仕事どうだった？なんでまだ起きてるんだ。しまった、何時？とっくに寝る時間だろう。まだ今日でしょ。ああ疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？誕生日でしょ。うわ、いいなこのシーン。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。気に入った？サラ、これすごくいいけど動いてないぞ。ほら。え、嘘嘘嘘。もうバーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ。売りさばいて儲けたの。そうか。じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。ドラッグ売りさばいてんの？サラ。冗談だよな。おやすみ、愛してるよ。僕も。もしもし。サラ、頼む。パパをすぐ呼んできてくれ。トミおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。トミおじさん、もしもし。何か良くないことが起きてるな。始まった。何だったの？グラフィックがすごい。うわ、そうだ、サラから始まるんだね。最初出ない。通じない。なるほど。よし、鏡が綺麗。なんかね、あのムービー中日本語の音声に日本語字幕だったじゃないですか。あれちょっと違和感あると思うんですけど、字幕をオンにしてないとこういう読み物を読むときに、あげるの忘れてた。あ、これバースデーカードか。読み物を読むときに日本語字幕が表示されないんですよね。だからもう本当にこれは仕方ない。
パパへ、いっつも家にいないし、私の好きな音楽や映画だってまるで気にならない。それでも最高のパパでいられるのって不思議。パパ、お誕生日おめでとう。サラより。サラちゃん本当にいい子。サラー、もう結構ロックな壁紙貼るんだな、ポスターか。そして謎のキリン。とりあえず外行けばいいのかな。嫌な予感がするね。いやでも結構ね、パパ、大まかにしかストーリーは覚えてないから。本当に外は平和な感じだね。とりあえずここ入ってみる。こんにちは。なんかあるか。あ、バスルームか。はいはいはい。新聞紙。周辺医療施設への駆け込み相次ぐ。謎の感染により患者数が3倍に。米国食品医療医薬品局が汚染農作物のリストを拡大。警察発表、女性が暴れ、夫と他3名を殺害。物騒なニュースばっかりだな。なるほど。とりあえずまあパパいないね。パパ、パパどこ行ったの。あ、でもそっからなんかテレビの光が漏れてないか。パパいんのか。夜な夜なテレビ見てんのか。ここなの。割れてる。どこにいるの。ただ汚いだけか、部屋が。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。ガスモルだ、急げ。ガスモル。後ろで何か動きがあって。早く逃げるんだ、何をやってる。うわ、え、何なの。なんだ、Lさん。うわ、何これ。怖っ。パパ、いや、やっぱ覚えてないね。やっぱしっかり覚えてないわ、いろんなゲームをやってるから。いろんなゲームやってるおかげで逆に新鮮にプレイできる喜び。このゲームをまた新鮮にプレイできる喜び。行こう。こっちは開かないか。謎の馬の絵。絵いっぱい飾ってあるね。好きなんかな。パパ、外物騒だね。パパ、どこにいんの。何が起きてるの。おい、うわ、よくないことが起きてるな。外へは出られないか。パパ、どこにいんの。あ、外出られそうだけど、一旦こっちから行ってみる。パパの電話。電話鳴ってる。着信が8回。おお。一体どこにいるんだ。ちゃんとスマホなんだね。すぐに行く。トミーからだ。 LINE が来てる、トミーから。なるほど。お、今夜は仕事で遅くなるから、ご飯はデリバリーで頼んでいいぞ。明日の朝会おう、パパ。どこにいるの。どっか行っちゃったのか。でもこれは多分あれってことだよね。そのさっきのさ、ムービーの時に帰ってきたってことだもんね。え、なに、めっちゃ揺れてるけど、タイヤが。こっちか。パパ、どこにおるん。うおー、びっくりした。パパ、パパ、パパ、サラ、大丈夫か。大丈夫大丈夫、うん、誰かここに来たか。うん、来てない。誰も来てないよ。ドアの近くに行くな、おい。あ、はいはいはい、下がってるんだ。はい、パパ、はい、パパ、怖がらせないでよ。どうしたの。ジミーの一家。ジミー、様子がおかしい。病気みたいだ。病気って。おお、くそ、ジミー。パパ、さあ、サラ、来い。大丈夫。おお、うお、ジミー警告だぞ。ゾンビ化してる。やめろ。うわ、行くぞ、こっちだ。え、撃ったの。サラ、今朝会ったのに。聞いてくれ、何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか。うん、トミー、さあ行こう。分かった。どこにいたんだ。何が起きてるか分かるか。ちょっと待ってな。なんだおい、血だらけじゃないか。俺のじゃない、出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。半分も。血中か何からしい。何があったんだ。あの手だ。おい、サラ、大丈夫かい。大丈夫。ラジオ聞いてもいい。ああ、もちろん。そうだな、聞こう。
ラジオ。ありがとう。携帯もダメ、ラジオもダメ、ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた。兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号。そうだな。何人死んでるの。たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人もいたって。そんなこと言うな。さらに悪い。すげえ、ちゃんと視点を変えるとサラちゃんが動く。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。それが東海岸と西海岸。おい、あれはルイスの農場だ。あ、助かったのか。奴は大丈夫さ。私たちも病気。いや、病気じゃない。本当に町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの。ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。おい、人がいる。何をするつもりだ。無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。走るんだ、トミー。止まって。うわぁ、まあ仕方ないよな。俺は知らないんだ。助けは来るさ。乗せられたのに。もう大丈夫か。事故んなよ。うわ、みんな同じことを考えてやがる。まあそうなるよな。戻ってから。おい、なんだお前、行けよ。ああ、嘘だろ、嘘だろ。なんなの。トミー、逃げよ逃げよ逃げよ。トミー、早くぞ。トミー。おお、あれは何なんだよ。見たか。ああ、見たよ。曲がれ、曲がるんだ。うわ、みんな動けよ。何から逃げてるの。ここを抜けろ。やってるさ。大丈夫か。ここで止まるな、ソミ。ここは抜けられないって、兄貴。じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ、行け。気をつけろ。大丈夫か。逃げるぞ逃げるぞ。隠れろ。こっちだよ。よし、行くぞ。下のガラスが危ねえな。サラ、ここだ。手を出して。気をつけろサラ。どうした、大丈夫か。足が痛い。どのくらい。歩けない。逃げないとヤバい。おんぶしていくよ。これで守ってくれ。サラ、行くぞ。しっかり捕まれ。行こう行こう。いや、これ走れないのか。これ以上死んだってなんだ。そんな報告いらん。落としてろ。そらみんな、おいおい、前から車来てんな。危ないな。うお、どこ行けばいいんだっけ。こっちだ。こっちなのか。こっちだっけ。サラ、見るな見るな。そら目を閉じろ、目を閉じろ。どっちだ。こっちでいいんかな。トミーは、トミー、あー、トミーいた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 。絶対逃げてくる。パパだけを見てろ。うわ、やばいなこれ。前も行けないね。おい、どうすんだトミー。こっちか、こっちか、こっちか、こっちか。どうやって行くんだっけこれ。あー、なんで、なんで開くんだ。待て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 、大丈夫なんけ。うわっ、連打。
ナイス、トミ。いいね。もうすぐだ、もうすぐで着く。どこだ。おーおおお、やばいな、やばいな。こっちだって。はい。はい。急げ。どこなんだな。ハイウェイに行け。早く、さらに行くぞ。置いてけねえって。俺は追いつく。おじさん。先に行ってるぞ、急げ。おじさん置いてかないで。いやでも行くしかないな。あいつは大丈夫。大丈夫だ。気をつけろ。やばい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 。これ以上走れねえんか。これが限界だ。大丈夫大丈夫、サラ大丈夫だぞ。落ち着け、大丈夫だぞ。走るぞ。どこだ、どこまで行くんだ。おい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 、あ、もう大丈夫だ、大丈夫。おい、助けてくれ、頼む。この子、足が折れたみたいで。顔動くな。分かった、俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見、どうしますか。パパ、トミーおじさんは、まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ、うん、しかし了解。頼む、ひどい目にあったんだ。とりあえず、くそ、やめてくれ。まずい、サラ、サラ、手をどけて。大丈夫、大丈夫。絶対に助かるから、しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛いか、痛いよな。頑張ってくれ、頼む。大丈夫だ、大丈夫。サラ、サラ。嘘だろ、ダメだ、ダメだ、頼む、そんなと言ってくれ、頼む、ダメだ、神様、神様、どうして、頼む、頼む、行かないでくれ、頼む。ラストオブアス。これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し、すごい数の死体が道路に並べられてた。 WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動を取る。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがファイアフライです。ファイアフライ、夏、うん、20年後、今行く。ご機嫌は。飲む？ああ、いや、いらない。面白い情報があるの。どこにいたんだ？ウエストエンド地区よ。運ぶものがあったでしょ。二人でな、二人で運ぶはずだった。でもあなた一人になりたいって言ってたじゃない。
当ててやろうか。取引は失敗、客は薬を奪って逃げた。取引は無事に済んだわ。このカードで2ヶ月は食べていける。その傷はどうした？戻ってくる途中でバカな二人組にちょっとやられただけよ。何発か食らっちゃったけど無事だからいいじゃない。よこせ。バカな二人組はどこだ？さあね。どこの奴らなんだ？ただのバカよ。問題はあいつらを雇ったのがロバートの野郎だったってこと。あのロバートか。こっちに感づいたのよ。捕まる前に殺そうってわけ。ずる賢い野郎だ。そうでもないわ。隠れ家が分かった。本当か？どこだ？ミッションヒルの古い倉庫。今のところはだけどね。それで十分だ。行こう。ええ、いいわよ。ただのバカをよこしたロバート、ちょっと懲らしめてやろう。20年経ってだいぶ街は廃墟とかしてますね。チェックポイント5はまだ空いてる。外出禁止まで残り数時間だ。じゃあ急ぎましょう。行こう。いやー、でもここら辺は覚えてんな、さすがに。もう喋れなくなっちゃうわ、このゲームは本当に。とにかく基本的にこのゲームはなんかその武器とかを自分で作ったりして、スニークとかも使いつつ進んでいくゲームなんで、基本的にフリー、そういう要素もねすごい楽しいんですよね。だから本当にサバイバルホラーアクションみたいな感じですね。さあ行こうか。の遵守は全市民の義務です。あれ見て、配給の行列ができてる。物資が足りないのよ。なるほど。お、どうしたその動き急に。今の動きなんだ急に。どうしたんだ一体。行くぞ。近づけ。床に伏せろ。怖すぎ。荒すぎるね。おいおいおい、荒すぎるってお前なんて思わないか。あ、ごめんなさい。家に帰れ。ごめんなさい、すいません。一番お前何やってんのって顔で見られた。おい、あれビル傾いてねえか。あんな感じで傾いたら倒れるけど大丈夫か。外へ出るやつが増えたんだ。なるほど。どっち行くんだ。こっちか。ロバートはすげえ水の感じも綺麗だな。スライムみたいだったな。問題なく通れる。冷静に。チェックポイント。どうもどうもこんにちは。全然怪しいもんじゃないですんでね。通らせてください、ね。要件は何だ。休暇だ。友人の訪問。よし、通っていいぞ。どうも。おお、お、何？なんだなんだ。おい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 。そんな。振り返る。待って、L1 で走る。さあ思い出していこう。全然今の爆発とか忘れてたけどね。市民の皆さん。なんかいろんな字幕がごちゃごちゃになってるな。下が。せっかくの書類が。ちゃんと手当てして。ありがとう。そうそうそう、治療キットとかもあるんだよね。治療キットに合わせて R2 で回復と。OK。行くんかい。見ててくれないんかい。もう検問所は通れない。うん。外を回っていかないとダメね。そうだね。壁の外。それともロバートを見逃す？バカだ。いやそれはできない。あれを見たか。近くでね。東のトンネルはどう？大丈夫だ。さっき言ったよ。誰もいない。どこ誰もいない。ロバートに用が。君も？他に誰が？ああ、マーリンがロバートのことを探し回ってた。マーリン？ファイアフライがロバートに何のよ。俺が知るか。どんな情報をあげたの？何も。ロバートの居場所は知らん。よかった。ねえ、気をつけて。軍もじきに動くみたいよ。
まだな。同じ方向歩いてってんじゃねえか。またなって言って気まずいな。どうしたん君、急にカッコつけて。とりあえず回っていくか。どういうこと。わからん。だが急いでロバートを見つけないと。そうだな、ロバートにはムカついてるからな俺は今。お、着いたわ。よう、調子はどうだ。どうも。どこも物騒ね。こっちはどう。静かだ。軍も感染者もいない。安心したわ。安心した。ジョエル、手伝って。何これ、秘密の扉。結構バレバレだけどな。よしよしよし。 OK。 無茶はするなよ。 OK、 任しとけ。最高。結構深かったな今。もうひどい状態ね。ここもきちんと管理してほしい。ライトつけれないのかな。あーなんか自分は持ってないのか。なんかアイテムとかもこういうとこにあった気がするんだけど、ないな。まだまだなのかな多分。こっちか。お、結構行くね。バツで飛び越える。 OK。 よし、こっちか。お、荷物は前と同じ場所よ。ありがとう。お、銃ゲット。弾が少ないな。全部当てればいいでしょ。かっけー、何その返し。100点。あ、ライトも拾ったね今。 R2 でリロード。おお、じゃあ行きましょう。持ち上げて。も、持ち上げて。どうした、高い高いしてほしいんか急に。甘えたがりか急に。違うな、ここか。はいはいはい、あったあった、こういう動作では。どうぞ。よし、一人が上がって上にこう上げてくれるパターンね。さあ、この女の人の力が尋常じゃない。一瞬だって一回全体重預けたからな今。衝撃だよ本当に。これはここか。さあ冒険の始まりだ。行こう。気をつけろ。気をつけてる。そうだな。うわー、ここのなんか緑の感じがすげえな。お、なんだ、どうした急に。すげえ喋りたそうにしてる。急になんか RPG のモブみたいな。外も久しぶりだな、うん、デートしてる。わあすげえ。ああ、いいムードだろ。え、そうね。デートだなんて照れちゃうわ。照れちゃう照れちゃう。なんかアイテムとかもう落ちてそうだもんね。あ、なんかあそこ上がれそうじゃない。え、こっちじゃないの。あ、全然上がらなそうになかったわ。まあまださすがにないか、アイテムとかは。よし、はしごはどこ。はしご、この近くにあったはずだ。はしご、はしご、はしご、どこだっけな。はしご、あー、ここか。この上、でもこの上さ、さっきのあれでいけんじゃね。二人の協力技で無理だんか。向こうも調べてみて。はい。あった、はしご。結構同化しててわからんかったわ。よし、持ってきて。はい。向こうも調べてみてってもう分かってたよね、絶対にここにあることを。今のさあ、立てかけよう。よし、置いちゃった。はいはいはい、これでいいんか。レディーファーストか。そうだな。レディー、私のことじゃないわね。逆に誰のことじゃ。そんなことないさ。で、上がろう。こっちよ。よし。オッケーオッケー、行こう。雰囲気めっちゃいいよね、でもなんか。まあ、廃墟っていう怖さはあるけど。とりあえずアイテムとかなんもないんかな。降りましょう。ん？なんか今光ってなかった？あ、光ってる。拾った。ファイアフライのタグ。まあ、これはあれか。あ、てか R でスイッチね。で、今のは多分実績みたいな感じかな。死にたくなきゃ、取ってあるさ。銃さえ取り戻せたら売るのは簡単よね。銃を売ったら次の荷物はいつだ。待って、奉仕よ。あ、なるほど。ここは勝手にこのどこから入ってきたんだ。マスクを前はなかったのに。発生源があるはず。気をつけて。オッケー。
うわ、犯人がいたぞ。なるほど。比較的新しい。周囲を警戒してちょうだい。オッケー。ここなら通れるはずだ。おお、大丈夫か、そんな雑にやって。大丈夫。ああ、天井が落ちてきた。気をつけろ。絶対大丈夫じゃない発言なんだけど、それ結構雑なとこあるな。落ち着け。お前かな。気をつけろ。ああ、マジか。助けマスクが壊れた。おい、人思いに殺してくれ頼む。うわー、マジか。でも頭は打たないでおくよ。行こう。これでよかったんだ。これどうやって拾うんだっけ。 OK、 三角か基本的に。 OK、 めちゃめちゃゴマゴマしてるな、ここその動きなんだ。だからさっきから急に踊り出す。こっちか。あー、なんかいっぱいルートがあるパターンだっけ。この先、聞こえ、聞こえるね。いるな。確かスニークとかもあったから。おい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 、 R1 で、そうそうそう、これでなんかあの見えるんだよね、音を立ててるやつが。これマジ最大限活用しちゃった方がいいから。あ、 OK、 ちょっと待てよ。背後に回り込んでライトつけててもバレるから。で、締め落とす。このスニークがマジで強いから、このゲームは。基本的にゾンビだよな。ゾンビゾンビ。基本的にね、聞き耳立てて。これは一人行ったら見つかるな。横通り過ぎたいけど、そんなうまいこといくかな。行くか、横通り過ぎよ。距離取ってな。大丈夫か、見つかんなよ。大丈夫、走んな走んな走んな。大丈夫か。行こう行こう行こう。上か。いや、上じゃない気がするな。見つかんなよ、大丈夫か。あ、ゆっくり来てるゆっくり来てる。オッケー。あれ、こっちでもなさそう。でも開いたな。うわ、上じゃない銃弾あった。上だな、多分。銃なんてもうほとんど使わないでいこう。オッケー。抜けた抜けた。うわ、え、なになに、え、なに、びっくりした。なに、急に攻撃で出たからいいのかと思ったわ。いねんかい。なんだ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 、なんでなんで、マジで来たの。めっちゃバレてますやん。いや、俺はこのゆっくり兄弟への目も。そんなもんな。で見てる場合じゃなかった、絶対に。やーべ、くっそ。おいおいおい、ちょ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 、おら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 、よいしょ。ランナーって名前なのか。さあ、今のでちょっと回復した。あ、ごめんね。だといいな。え、だリロード効果。うわ、焦った今ちょっと。オッケー。焦った。なんで見つかったんだろう今。走っちゃったからかな、俺が、もしかして。行こう。よし、フラッシュライト消そう。はあ、いい空気ね。そうだな。外の何が好きってこの空気。あの街の匂いは大嫌い。ビルに消臭剤でも頼んだらどうだ。そうね、使用期限がなかったら明暗だわ。あ、ここか。お前二人でやるパターンか。違うね。入り口ここはもう知ってる、知ってるとこなんだ。どうなんだろう、気になる。とりあえずなんかアイテムとかもうありそうだから、ちゃんと見ていこう。うわなんか落ちたような気もすんな。ああ最悪、板が落ちてる。あ、そのパターンか。拾ってこいと。オッケーオッケー。そういうパターンもあったような気がする。頼んでもいい。うん、もう、いや、言ってる。頼まれる前に言ってる。できる男。どうも。こっちを渡して。あ、そっか、渡したらこれ拾ってくれんのか。ここに置く。はい。そしたら、ちょっと重たいぞ。大丈夫だと思う。すごいな。わかった。ちょっとどころじゃないでしょ。俺はどうやって回っていくんだっけな。こっちから行くんか。別ルートがあるんだよ確か。よし。
まあでも正直本当にそんなちゃんと覚えてないな。わあ気をつけろ。俺だけ落ちそう。こっちに来て。行くわよ。それは別のゲームなんか？別のゲームでした。よかった。安心したわちょっと。わあでもなんか自然と街の融合ってなんかすごい違和感あるよね。近くに兵士がいないか調べてくれ。うん。大丈夫。行こう。よいしょ。兵士はいないか。行こう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 。ここか？目的地は。オッケー。結構どんどん行くね。うわいそうだな。もう絶対戦闘来るでしょ。して必要になるから。はい、なんでわかるんだよ。あそっか。ここがアジトでもう戦いか。よし戦おうか。ねえ坊や。威嚇していこう威嚇。外の様子を見てきて。兵士やロバートの部下がいないかね。うん。やつは待ち構えてるぞ。その方が面白いじゃない。すごいな。あ、見てる見てる。あんなんで見れんのか。おお。行くわよ。大丈夫そうか。あの子が全てじゃん、もう。おいです、おいです。元気にしてるかい？今はやめてテレス。いやいやいや、構わない。ダメよ。あとで、いい？わかった。そうするよ。おい、キス、おい、キス。ワンちゃん。どうもどうも。うわ、怖すぎ。物騒すぎ。だったらかい。触ってないって。久しぶりだな。何も触ってないから。最近来てないじゃないか。なんだなんだ。大丈夫か？何やってんだ本当に。やめちまえそんなの。どこに行くつもりだ。マリコ。ああすごいテス。君の連れだったんだ。どうぞ。すごテスの信頼度。すごいね。誰だ。頭痛のため聞かないで。聞こえてるだろ今の絶対。あの距離で言ったら。いや怖すぎマジで。トイレるもの。こっちか。あ、あ、なんか落ちてる。一応見てみる？招待状とか。あ、あ、詳細を見るで見れるのか。あー。民間サービス、ボストン隔離地域統括召喚。クソくらい。労働可能な住民として隔離地域の保全に関する義務への参加を任命します。つきましては12月15日午前6時半に軍管理ステーションへ出頭願います。そういう出頭願いみたいなのも来てるんだ。なるほど。お、え、かわいい。ちょっと待ってごめんなさい。そんな何もしないよ。こっちか。あ、あいつ工場にいろいろ溜め込んでるらしいぞ。ちょっと聞こえたらまずいよ。え、聞こえないって。ああさすがに距離あるでしょ結構。そっちか。ごめんな。ロバート探してる。ここを通った。30分前な。ハトバに戻った。今もそこだ。このカードが全てなんだな、この世界では。行こうか、ハトバに。わあ敵じゃないか。確か敵だった気がすんな こいつら。やれやれ。もう右下に銃のマークが出てる。命が惜しいなら回れ右下。とっとと帰りな。撃つ気満々だ。用はないの。ロバートを渡して面倒は嫌でしょ。早く後ろ向いてどっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい早くここから出ていかねえと、お前のその頭かち割っちまうぞ。あらそう。おいおい、容赦な。準備いい？ああ。オッケー。援護する。一切容赦なかったの今。オッケー。脇からね。すげえ喋ってる。めっちゃわかりやすい。喋ってるおかげで。か。おら。よしね、ヘッドショット。あー、四角を使うとダメだ。だいたいさ、ゲームって四角でリロードだからさ、マジ間違って四角を押しちゃうんだよな。
きたよ、外した、よっしゃ。あ、待てよ、出すぎるとダメなんだ。待って、ここら辺はね、ちょっと時間をかけて上手くなっていくわ。なんて言ったって4年ぶりだからさ、体力が少ない。 OK、 これからの仲良しね。 OK、 さすがね、ジョエル。ありがとう、だいぶ怪我したけどね。お前もな。どうやってこいつらを集めたんだ。そういうことだけは、ロバート得意だからね。とにかく厄介だな、ロバートは。だいぶここか。そうか、ではさあ、おいで。行く。開けてくれんのかな。手を貸して。ああ、そっちパターン。よし、全体重かけなくてもいいと思うけどな、これ登るときに。さあさあさあ、こっちか。こっち行けそうにないよね。奥かな。あ、鳩場っぽいね。鳩場っぽいな。うわ、絶対戦えたね、ここ。覚えてるぞ、ここで戦ったの。最初に心が折れそうになったポイントだ。ロバートの部下よ。なるほど。あいつらが来るだろ。テスを消しに行った二人が殺された。テスとジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。やべえな。引き受けるんじゃなかった。しょうがない。まあね、人間もスニークキルできるからようにしよう。スニークでし、行こうか。ちょっと待ってよ、とりあえずリロードして。わあ、すげえすげえ、テスがすげえ。テスの動いて。はいはい、動いてます。倒しといた方がいいんじゃない。大丈夫か。いいか、待てよ。忍んで。あっぶねー。冗談通りでのことだ。おい、待て、どこだ。兵士たちが現れたんだ。はいはいはい、全員手錠かけたな。テスが行ってくれるか、先に。いや、多分俺が行かなきゃいけないんだろうな、きっと。彼らを壁の前に並べて。わかった、向こうの窓から忍び込む。あ、まずとりあえずあいつ倒すか。願い願い願い、こっちを向くなと願え。ただ行ける。よし、もらった。静かにな。あたしかけるのでいいかな。よし、さあ OK だ。あ、動いたか。立ってみんのやめて。動いたっぽいね。 OK、 OK、 いなくなってる。どこ行った。あー、そっちにいんのか。ここをとりあえず入って。完璧なスニーク。銃なんていらないんだ。これはテスも見直してくれたんじゃないかな。なんでテスだけあんなナイフで刺すの。なんだ、何今の音。あ、鍵落ちてるよ。鍵、テスなんで鍵拾わなかった。オッケー、もういないか。ここか、開けましょう。よいしょ。まだいるね。あ、なるほど、これ投げれたね、確か。うん、すごい、かぶってくる、テス。どうしたん、その距離感。急に。ちょ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 、これアイテム取って。これを投げて、向こうへ投げるか。ほい。お、来た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 、一人来た、一人来た。一人が絶対来るんだ。見えてる見えてる、テス。あ、行かないか、奥まで。うわ、中途半端なとこに。中途半端なんだけど。なんであんな中途半端なの。あいつマジか。おえ、最後まで。投げつけ。あ、なんだ、バレた。なんでそんな殴りに行くの。いやー、もうバレたんか。うっそー、スニークしたかったけどな。しょうがない、これは。もう撃つ。よし、よし、オッケー。3発で死ぬね。で、あと1人か。隠れても無駄だぜ。それ走ってくるの、なんだ。うれ、殴りだ。よっしゃ、いける。よっしゃ。で、ちゃんと取っていくと。これで終わりか。いいね。久しぶりだけど、なかなかなまっていないな、まだ体が。瓶を投げるのはなまってたけどな。敵いないよね、でも。よし、テス全員倒したぞ、多分。あ、やべ、いそう。あ、いる。オッケー、一人確認。一人だけか。ちょっと投げるか、一回その辺に。さあ、おいで。これ上から見てるパターンないよな。大丈夫だよな。よしよし、向こう見てる間に。大丈夫か、バレた。いや、バレてはない、バレてはない、バレてはない。
一瞬気づきかけたけど、おい、すげえ走ってきたよ。大丈夫か、テス。近い。待てよ。いや、チャンス。もらった。あぶねえ。え、まだいる。いいで、まだいるの。なんなお前。待て。ナイスナイスです、ナイスです、ナイスです。いいぞ。おーおーおお、すげえ落ちてきた。やべ、弾があんまねえな。もっと人手がいるわ。そうだね。帰って邪魔になる。そうだね。これか。長押し。長押し。最高。いや、これ手でやるやつじゃないな、絶対。一人で手でやつやるやつじゃない。すげえ腕力。さあ、来たか。おいおいおい。あそこにいるわ。これ全部スニークしたらかっこいいよな、だいぶ。さっさと終わらせよ。ちょっと全部スニークで目指すわ。はいはいはい、まず動いてるから、やつらは常に。そして南からの連絡だ。もう商品が突っ張れないよ。大丈夫です。下手に動かないで。あ、すいません。そんな怒んないでよ。ちょっとくらい俺にも動かしてよ。話してるうちに一人が死んだら多分やばいもんね。ここ大丈夫そう。でも一人目もらえた。よし、これ死体が見られたらまずいのかな。どうなんだろう。で、あと巡回してるやつが一人いたから、そいつが戻ってきそう。あ、ブロックか。ブロック投げつけられた気がすんな、確か。テスター何やってんだ。やべ、視界に入んね。範囲があるんだよな、確か。で、スキルアップで範囲が広がったりするんだよ、確か。こっち側いない？いる。奥から攻めていこう、奥から。基本的に。順番に、順番にね。よし、君か。投げることできるんだ。アップね。見てんな、あいつ。やたら見てんな。これ投げたら、バレるかな。いや、バレそうだね。え、待って、あいつこっち帰ってきて。いや、テス！テス！おい、お前テス！絶対バレたってです。大丈夫よ今の。バレた。え、俺でバレんの。それでテスでバレろよ絶対に。すでにはバットで行こう。逆だ、俺逆の立場で実況してた。まだいんな。危なテス。テス俺もいるんだぞ。投げつけろ。外したテス。テスすげえよマジで。あ、ごめん、テスに殴りかけちゃった。ちょ、今の違うんだよ。回復だけしよう一旦。落ち着いていないか。あ、いないんじゃない。もういないんじゃねえか。全員倒したんじゃない。あ、全員倒したっぽくない。ロバートはあのオフィスにいる。オッケー、行くわよ。行こう。ロバート。うわ、いた。失せるこの野郎。話があるのよロバート。お前に話すことなんか何もないぞ。銃を下ろして。危な。消え失せる。逃げた。もう終わった。ロバート。ジョエル、こっちよ。気をつけてこうな。ほら、ここに入ったわ。ジョエル、わかったわかった。待てよ待てよ。追うぞ。あいつ逃げ足早いな。こっちだか。あと少しよ。オッケーオッケー。こっちだ。こっちからの？違う方向に来てるな。ごめん。ごめんです。こっちだったな。あ、どこ行った？お。あら、ロバート。追い詰めたぞ。テス、ジョエル。悪気はなかった。もちろんよ。よし。会いたかったわ。なあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。俺はただ。銃はどこにあるのか言って。ああ、分かった。でもややこしいんだ。待て、まずは話を聞いてくれ。警部。容赦ないな。わかった、やめろやめろやめろ。わめかないで続けて。
撃っちまった。何ですって？仕方なかった、借りがあったんだ。こっちにもよ、判断を誤ったわね。少し時間をくれ、一週間でいい。私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。そうだそうだ。誰に言ったの？言えねえ。二三日くれれば。あくそ。誰に撃ったか言いなさい。ファイアフライだ。奴らに借りがあった。はあ？なあ、奴らは軍と揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ？おいおい、ファイアフライなんてクソだぜ、やっちまおう。お前の方がクソだな。おお、テース。で、どうする？銃を取り返す。どうやって？さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ。いるんか。早速女王様のお出ましだ。なんでここに？ビジネスよ。痛そうじゃない。ロバートは？なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。カード何枚欲しいの？配給カードなんていらない。運んで欲しいものがある。うまくいけば銃は返してあげる。それでどう？銃はどこにある？軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるが。疑ってるのね。見せてあげる。逃げないと。どうする？まず銃を見ましょう。じゃあ来て。脱出するわよ。やばい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 、マジか。逃げないとでどうするってなんなん？てか逃げるに決まってるだろ絶対に。逃げよう逃げよう。ここよ、回り道。なるほど。だいぶ怪我してたね。でもこの上か。おお、すごいとこ行くな。はしご大丈夫か？レディーファーストで。どうぞどうぞ。譲り合いの精神。急な譲り合いの精神来てる。さすが日本人だな、二人とも。とりあえず上か。うわすごいなこれ、グラフィックも。あ、やば。あの爆発、あなたの仲間。その残りに少ないからあなたを頼る。こっち。オッケー。なぜ今なんだ？おとなしくしてた。町を出ようとしてた。でも軍は見せしめがいる。だから私たちを狙った、うん、そうみたいだな。自分たちを守ってるだけなの。お、ここで強化できるはずだ。何今の動き。ごめんなさい、邪魔だったわみたいな感じか。なんで先にいんの？テス、なんで先にテスいんの？この部品を集めることによって武器とか強化できる。あ、ナイフもゲットだ。よし、これが欲しかったんだよな。やっとやっと自信につながるわ。これで戦闘もだいぶ上手くなるはず。これで。あ、はい、了解です。よし、じゃあここだけ開けて今回のパートはここまでにしとこうかな。パート1からちょっとだいぶ濃い回でしたが、また次回のパートに、繋げていこうと思います。何やってんだこれ。何すんだこれ。何すんの。いや、何の表示も出ないの、やめて。何したらいいか分かんないじゃん。ムービーかと思ったじゃん。ということで今回のパートはここまで。また次回やっていきます。ラストオブアス、めちゃめちゃ面白いね。次回も進んでいきましょう。ではポッキーでした。